メリークリスマス来てたー。隣、違う、間違えた。もう読めてないし。頑張れ、頑張れ、あとちょっとね、多分。帰り際にケーキを買ってくださるお客様や、ティータイムに召し上がっていかれるお客様が多かったおかげで、明るいうちからショーケースは空になったけれど、息つく間もない昨日が嘘のように、クリスマス当日は穏やかに過ぎていった。クリスマスらしいこと何もせずに終わりましたね。な、店側の人って本当大変だよね。このクリスマスとかに働くって。憎らしくなるよね、クリスマスが。いえ、ツリーを飾りましたよ。それからうちでは1年で一番ケーキが売れるのがイブですから、やはりクリスマス感はありました。 もうなんか職業病みたいになってるけど、軽く職業病ですね。高台とシンクロしたもんね、今ね。否定はできません。女性らしい回答を期待されていたのだろうかと、しばらくしてから気づく。二人でイルミネーションを見ましたと言うべきでしたか。ゴニョゴニョと付け加えると、及川さんは掃き掃除をしながら吹き出した。また見に行きます。ちょうど給油に組んで寄り道してよければですが。あ、そういえば、昨日の配達で店の車を給油ランプがついていたのをふと思い出す。そのくらいは問題ありませんが、いいんですか？ダメなわけないでしょう。誘ったの俺ですよ。そうですね。私たちは閉店作業を済ませて着替えた後、夜の街へと車を出した。いいね。なんかこう夜のドライブっていいよね。あ、こう普段の姿か。そういえば前もこの姿見た気がしたわ。給油をして自分たちもガソリンスタンドで缶コーヒーをいただいた後、イルミネーション前にやってきた。先週の日ではない数のカップルたちが寄り添い、巨大ツリーを取り囲んでいる。明確にクリスマスを楽しむ目的でここにいるであろう彼らを前に、私は思わず尻込みしてしまった。どうしました？未知の世界だなと。俺もです。またまた遊んでるように見えます？ ちょっと噛んじゃったよ。そう聞こえたのなら謝りますが、女性の扱いがうまいイメージがあります。確かに同じく。そこが悪かったのは厨房までだし、その時も女遊びはしていないです。ですから疑っていません。及川さんは白い息を吐きながら背の高いツリーを見上げている。こちらには視線をよこさずに、手探りで私のコートの袖をつかみ、そっと引き寄せてきた。あの、もう許されますよね。そうだよね、え、君が欲しいだのなんだの言ってたよね。 そんなこと言ってたかって そうだね、言ってた言ってた。お互いの袖がぴったり触れ合ってることに息苦しさを覚える。この時期、街を歩いていればクリスマスソングが耳に入るし、ツリーなんて嫌でも目にするじゃないですか。なのに混んでると知りながら、どうしてわざわざ集まるのか理解できませんでした。わかる。今わかった気がします。一緒に見たいだけなんですね。なるほど。言葉少なにつぶやかれた答えが胸をじんわりと熱くさせる。及川さんが視認したかわからないけど、私は一つうなずいて返した。クリスマスで、しかも満月で。指さす先、ツリーのてっぺんの星に並ぶように丸い月が浮かんでいる。ここにいる誰もがいい思い出になると思っているはずです。草原さんらしい。私もですよ。じゃないと困ります。はい。
迷いに迷った末、及川さんに心持ち身を寄せ、肩に頭を預けた。固めていいのか。いや、誤差の範囲程度の動きだったかもしれない。悟られない方が助かると思っていたけれど、全く気づかれないというのも少し虚しくなった。何をしてるんだろう。反応がないわずかな間に不安と羞恥心が膨らんでいく。そろりと体を離したとき、及川さんの手が私の袖から離れて背中を抱き込んだ。景色が横に回り、及川さんの顔を正面から見る位置で止まった。やめちゃうんですか？気づいているなら。ストレートに指摘されても恥ずかしかったに違いなく、反論は尻すぼみになって消えた。熱くなる頬を自分のマフラーに埋める。正面から見られているのに耐えきれず、私は亀のように縮こまって及川さんのコートに額を預けた。すみません。謝罪とともに身を引かれ、心臓が冷たく跳ねた。あ、ごめんなさい。引かれたのかと思い、顔を上げると冷えた指先が頬をなぞり、耳の裏側に滑り込んだ。呼吸がわかるほど鼻先が近づいて、何が起こるのか予見する。人が。誰も見てません。ほほほほほほほ。ここで液体か。私より少し硬い唇が、もう若いよ、読めない読めない。重なり静止の言葉を奪った。無痛の電流のようなしびれが体の芯を駆け抜ける。何が不安なのかわからないけれど、今にもどこかへ落ちていきそうな錯覚に襲われ、思わず及川さんの上着を握りしめていた。唇がわずかに離れて数秒の後、及川さんは緩慢な動作で身を引いた。珍しく決まりが割れそうに視線をそらす。これは抑えきれなかったってやつですね。私は再びマフラーに顔を埋めて、及川さんの上着に力なく額を預けた。次はダメです。すみません。その人前では。マフラーの中に消えた言葉が及川さんに届いたかどうかは定かではないけれど、大きな手が私の髪を、わからない、まるで壊れ物を扱うかのように背中を抱きしめ直す。それが私の求めていた答えのような気がして、それだけで満足してしまった。このまま時間が止まれば。心臓が壊れそうで呼吸が苦しいのに、この感情を手放したくない。目を閉じると唇を交わした瞬間が鮮明によみがえる。初めてのキスはほろ苦いコーヒーの味がした。月とコーヒー、これで終わりですかね。あ、終わりました。あ、コーヒー関係の生効果音。なるほどね、なるほどです。そういう効果音を使ってたんだね。おお、はい。というわけで、月とコーヒー終わりました。お疲れ様です。いや、
今回はもういつになく甘々だったんじゃないですかね。今までも結構甘い展開あったとは思うんですけど、でここまでなんかじゃなかった気がするしかも選択肢一つしかなかったような気しますしね。あの選択肢の違いで何の違いになっちゃうのか怖いっすね。これバッドエンドとかあるのかなこれでバッド、あそこまで行ってバッドとか悲しすぎるんですけどあーでも謝んなきゃいけないのはあれですね、ノベルゲーとはいえね、バッドエンドじゃない感じのするものを選んでしまったっていうことですねおじけづいた感がありますよ今までの全然なんかもう誰も興味持ってもらえないで終わってましたからね。いや、なんとか二人がいい感じに終われてよかったです今回は。いや、いいですね。なんかもうこうホルモン、恋愛ホルモンみたいなのがすごい出てますよ多分これ。そしてなんかもう一人寂しくケーキをかっくらうでしょうねクリスマスはもうむしろなんかケーキの中に顔突っ込んじゃうかもしれないもんね、うん、で一応クリア特典があるんですよね。もう片方の選択肢で読めるようになります。そうかそうか、なるほどね。おまけシナリオが2つあるんだ。ちょっとねすいません、シャカシャカすごい音がしちゃった後日談っていうのがあるみたいですので、それも、今度やりたいと思います。やるかな、やるな多分。これは絵だわー、このね一番最初に二人が手を握り合った時たまんないですね。あとこれね、もうこんなことされてさ、何君が欲しいみたいなさこと言われたらもうダメでしょ。よくやるよねこの高台もね、やばいわ。で、あ、ちょっとずつ表情が変わってる。でこの最後のこれですよねイルミネーションでねこうチューするっていうね速攻閉じるっていういやだって恥ずかしいじゃないですかあんまりちょっとジロジロ見たくないっていうか、ピュアか、激ピュアかはい、というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。皆さん良いクリスマスを。それではまた、バイバーイ。